こんにちは、瀬尾です。瀬尾淳のレッツ話も8回目になりました。先日8月1日埼玉スタジアムで行われた J リーグの清水戦で、レッツの公式戦というのは通算で1271試合になるんですけど、そのうち、この間まで僕何試合ぐらいってこうちょっと曖昧だったんですけど、きっちり数えました。取材で行った試合っていうのが1251試合になりました。で、8回目の今回は93年の後半のセカンドステージの話をちょっとしたいと思いますけど、ファーストステージは7月14日の水曜日に終わったんですね。で、10日空いて7月の24日の土曜日にセカンドステージが開幕します。で、開幕はアウェーの広島戦だったんですけど、そこはね、前半3点取られて、合計0-4という、まあ、大敗、まあ、惨敗って言いたくないんですけど惨敗ですよね。風間彌弘さん、後に名古屋あるいは川崎の監督になられる人ですけど、に2点決められました。で、帰ってきてホームなんですけど、横浜マリノス戦、試合見ててもあれ動きいいなと、レッツ、まあ、前の試合でやっぱり 0-4 で負けたっていう、これじゃいけないとホームで頑張んなきゃっていうのはあったんでしょうか。ですね、シュートは15本、ごめんなさい、シュートは13本、マリノスが9本、まあシュート数で勝負するわけじゃないですけど、ただまあどっちも決まらずに、レッツも悪くない中 0-0 で PK でした。で、 PK で勝って、まあ、またホームなんですね。ファーストステージ勝ったのも覚えてらっしゃいますかね。川崎戦、それから清水戦、広島戦でみんなホームなんです。で、この第2ステージ第2節の横浜マリノス戦もホームゲームで PK 勝ち。で、ホームだけでいくと4勝6敗と、まあ、負け越してますけど悪くはないですね。でも逆に言うとアウェー全敗ってことなんですけど、笑っちゃいけないです。で、この第2節で勝って、次の第3節アウェーでガンバ大阪なんですけど、ここが 1-0 で勝ちます。で、アウェーで勝つのは初勝利、アウェー初勝利、それから初の連勝、2試合続けて勝ったって初めてなんですね。それから決めたのは柱谷浩一さんで、前半3分なんですけど、柱谷さんといえばファーストステージの開幕のアウェーのガンバ戦で、前半の29分かな、肉離れしちゃって交代しちゃって、まあ、そこからちょっとなんか調子悪くなったなってレッツなんですけど、まあ、その選手が、まあ、因縁のアウェーガンバ戦でゴールを決めて、その1対0で勝つんですね。これなかなかいい兆しじゃないって思いますよね。普通僕も思いました、僕らも思いました。で、しかもこうセカンドステージだけに限ると、ファーストステージは3勝15敗と大きく負け越したんですけど、セカンドステージのこの 1,2,3 試合だけ見ると2勝1敗で勝ち越してるわけですよ。勝ち越したことって今まで当たり前ですけどなかったんで、これはセカンドはいけるぞ。で、当時2ステージ制ですから、ファーストステージはもう何位だろうと、もう最下位だろうと、3位だろうと、セカンドステージで優勝すればファーストステージの優勝チームと、チャンピオンシップやって勝った方がリーグ優勝ですから、そういう点ではもう大いに盛り上がって大阪から帰りました。で、もう期待して第4節、第4節もアウェーで名古屋だったんですけど、僕はこの試合があったんで初めて三重県に行きました。三重の鈴鹿、鈴鹿では鈴鹿サーキットが有名ですけど、鈴鹿ガーデン、スポーツガーデンっていうところですね。そこで名古屋グランパスやったんです。雨の日で、初めてのところだったんで、ちょっと道がよく分かんなくて、まあ、タクシーで行ったんですけど、一本道だったのかな、非常に混んでて、あら、これ試合間に合わないなっていうことで、で、僕とそれから埼玉新聞社のカメラマンと一緒に、まあ、僕当時も写真その時は撮ってたんで、こう荷物とか抱えてね、僕は荷物持ちみたいになって行ったんです。ところが始まっちゃってて、でも、ギリギリ、もうそのカメラマン素晴らしいです、ギリギリ1分ぐらいでゴール決まったんですよ。その先制ゴール、レッツの、これ青いユニフォームですから、青い方がレッツですからね。
エドウィン・上原という選手ですけど、ゴール決めてその後のこういういわゆる喜びの、まあ、団子って僕ら言いますけど、そういうところもしっかりとってですね、先制したわけですよ。開始、しかも開始1分経ってたのかな、当時の記録だと切り下げだから1分って書いてるってことは1分ちょっと過ぎてる。そんな時間に先制したことももちろんないですしね、これはもういい流れだなと思ったんですけど、その後4点取られまして1対4で負けたと。雨も降っていて非常に、まあ、悔しい思い出というか、悔しいというか何だったんだろうというような感じで帰ったんですね。そこからあれあれあれっていう感じで、6連敗してしまいました。途中でウーベランというドイツの選手も、ドイツ人の選手も加入したんですけど、その、まあ、レッツデビュー戦である9月3日川崎戦、これはなんと0対6の大敗でして、0対6っていうと、そのいくら負けた93年でもこれほど点取られた試合はないという、本当にがっかりした試合でした。そこでセカンドステージのリーグ戦は中断するんですね。何かというと、翌年のアメリカワールドカップのアジア最終予選が入ってくるので、リーグ戦が中止、まあ、中断になりました。まあ、6連敗という、これワーストですよ、その時の、そういう結果でしたけど、まあ、一旦区切ってここでなんとかこう盛り返したいなという時です。で、その間も別に休んでるわけではなくて、J リーグはないんですけども、ナビスコカップが行われまして、まあ、代表選手抜きでやるんですけど、この時のナビスコカップはですね、まあ、J リーグ準会員というそういう立場の、JEFL のチームも3チーム入って13チームで予選が行われました。JFL といってもちょっと今の JFL とは若干違うんですね。今の JFL って日本フットボールリーグなんですけど、この時はジャパンフットボールリーグで、でも同じ JFL って、略称を使ってるんですけど、でレッツは、あ、ごめんなさい、その時の3チーム、JFL の3チームっていうのは岩田、平塚、そして柏でした。で、まあ、全部で13チームになっちゃうんで、5チームと6チームの枠になって、そのうちまあ上位2チームが決勝トーナメントに進むという方式で、レッツの枠には岩田がいました。で、初戦がその岩田だったんですよ。浜松のですね、浜松の県営浜松球技場というところ、球技場というところが静岡らしいですけど、そこで行ったんですね。で、まあ、いわゆるカテゴリー下じゃないですか、まあ、来年、J 目指しているところとはいえ、ところが0対4で負けるという、これカテゴリー的にもね、やっぱ屈辱ですよね。もちろん普通の試合としても0対4って大敗なんですけど、カテゴリーが下の相手にその負け方をする。で、僕写真を撮ってて、もっと悔しかったのは、ジュビロのサポーターの人がですね、ある、まあ、罵声みたいなのを飛ばすわけですよ。レッツにじゃないですよ、自分のチーム、味方に、ジュビロに、お前らこんなチーム相手に4点しか取れないのかよって、これちょっと屈辱じゃないですか。もしかして僕らというか、レッツのサポーターに聞こえるようにということで言ったのかもしれませんけど、本当に、でもそう言われても仕方のないぐらい、ちょっと残念なっていうか情けない試合だったのを覚えてます。この時からね、お前ら上がってきたら見てろよってにジュビロに対して思ったんですけど、しばらくまあ上がってきてからのジュビロにも勝てませんでしたけど、まあ、そんなわけで、まあ、ナビスコカップっていうと、その前の年の92年にそこそこいいとこ行ったので、なんとかなるかなと思ったんですけど、残念ながらなかなか勝てなくてですね、唯一勝ったのは、これ清水との試合なんですね。で、なんと清水のホームなんですけど、北海道で札幌で行われたんですが、まあ、これこの試合、からそのこの人、ミハイル・ブンメニゲというドイツの選手が加入して、この選手がこのゴールと、それから PK も決めて2点取ったんですけど、この試合も3対2で負けちゃうという。で、その後、またホームに戻ってきて、横浜フリューゲルスと対戦して、で1対1になるんですよ。
そうすると PK になるんですけど、 PK 負けと。実はですね、この戦、この 1点を決めたのは 前々回あの J リーグ初勝利の時の同点ゴールを挙げた川野慎一選手で、もう川野選手が決めて、これはもういけるかなと思ったんですけど、 PK で負けてしまった。しかも川野選手この試合で途中、工作というか、多分ボールを思いっきりボレーでシュートしようとして、あるいは蹴ろうとして、ボールが先に相手選手に触られてしまって、ボールが、ね、ないところを蹴っちゃった。ですからその負荷が膝、右だと思いますけど、靭帯にかかっちゃって、いくつも靭帯を損傷してしまったという、担架で運ばれたような、そういう怪我をしてしまいました、まあ、そんなあの苦しい試合もありながら、4試合目は名古屋戦、そうですね、名古屋戦なんです、ホーム でここで勝つんですけども、すでにあの3敗してますから、岩田、清水、そしてフリューゲルスと、結局名古屋に勝っても1勝3敗で、その後横浜マリノスにも負けて、10月16日にこのナビスコアップの予選が、まあとても決勝トーナメントには上がれませんでした。ただ人気はですね、相変わらずなんですよ。大宮サッカー場でも9000人以上毎回入ってまして、駒場でもそうですけど、これすごいやっぱり大宮サッカー場の賑わいですし、その後はもう、その当時行われたリーグ戦でチケット取れない人のためにレッツ講演会がサブグラウンドで、これあのこの辺にいわゆる西側の、スタンドがあるんですけど、その反対側のこっち側の駒場のサブスタンドで、サブグラウンドで、大きなオーロラビジョンを置いて、シートを引いて、当時クローズドサーキットという名前だったんですけど、レッズ講演会は、エキサイティングステージという名前をつけてやりました。本当にこんな風に人も集まったぐらい、すごい試合でした。あの本当に成績は上がらなかったんですけど、人気だけは変わらぬ上昇でした。ちなみにこのナビスコカップが終わった10月16日なんですけど、その10日後ぐらいに代表戦の日本イラク戦、いわゆるドーハの悲劇があったんです。以上です。